モビルスーツ隊前進。いよいよね。来やがったな、ギャラルホルン。オルガ、この機体使わせてもらうぜ。前方にガンダムブシオンリベイトグルシティ。モリ、援護頼む。アキヒロ君、よかった、無事だったのね。ブレイクミッションより前の時間軸だということを忘れるな、レディ・ユノ。戦いはこれから。どんどんモビルスーツが投入されてくるよ。数で来ようが俺たちを止められると思うなよ。でも物量戦では不利よ。団員たちはどうやって脱出を。本部の地下に厄災戦時代に送電ケーブルを通してたトンネルがあるんだよ。それを通れば。こっちは片付いたぞ。さすがは筋肉隊隊長。さらにギャラルホルン増援。どんどん来るよ。モビルスーツの本部を落とせるならそうしたいだろうし。奴らを近づけさせんな。たとえこの身が擦り切れようとも。あれ、ユージン君は先行してバルバトスを探している。小隊長君、我々も急ぐぞ。ギャッダー、バカだ。くそ、まだか。でやー、当たれ。セガレ君、見た時にザ・バカだ。赤い点が敵だよ。うっかり囲まれてるね。しょうがねえ、存分に格好つけてやる。ここで敵を食い止める。決まっていくぞ。とどまっちゃダメ、アキーロ君。三日月君を探して援護しなきゃ。仕方ねえ、カバーに回るぞ。小隊長、敵機が集まってるところを回って。三日月君、こちらこっからの2番隊応答して。ここは敵のモビルスーツだけだね。さっさと終わらせるぞ。その通りだ、時間をかけるべきではない。小隊長君、手早く頼む。かわせるか、直撃させる。これはどうだ。くらえ、かわせるか。スイッ、ふかしすぎた。まだか。この反応はグレイズのみのようだ。全部ぶっ潰せばいいんだろ。どこで戦っているの、三日月君。焦らず騒がず、ここを片付けて捜索続行しよう。これはどうだ。かわせるか。直撃させる。そこだ。このままじゃ。やった、鉄火団のメンバーを発見。大丈夫か。あとは俺たちに任せろ。秋平さん、それにユノの姉さんたち。こちら2番隊、支援する。戦闘継続は可能か。当たり前じゃないっすか。それでこそ鉄火団。じゃあ押し返すよ。これが俺たち鉄火団の戦いだ。カード。ガラルホルンの増援来るよ。さあ、しつけ。くそ、囲まれちまう。まだ耐えろ、俺らが引き受ける。小隊長君、踏ん張りどころだ。そうね、安全を確保しましょう。周囲に敵兵なし、現時点では。だが、まだだ、まだ勝負は終わってる。隊員のみんな、あとは私たちに任せて本部の守りに回って。すみません、他の仲間も助けてやってください。絶対にたどり着く、オルガの目指した場所へ。なんだ、どうなってや。Thank you.
大丈夫か三日月、おい、聞こえてるのか。聞こえてる、カズミロ。一緒にいるのは小隊長ユノたちか。イエスだ。鉄火団2番隊、通称筋肉隊として支援する。まだ来るのか、しつこいな。向こうは今のところ物量勝負だ。当然だろうな。ぜ、叩いても叩いても湧いてきやがる。さっさと終わらせよう。こんなのに時間かけてられない。そうね、戦線が伸びきっちゃったら本部も守りにくくなっちゃう。この本部の状況だけど、よし、周囲に敵影なし。じゃあ次はここらでヒーローのお出ましと行こうじゃねえか。見とけよお前ら、俺の実力をよ。ユージン近い。彼もここまで来ていた。だが敵モビルスーツも多数確認。くしかねえだろ。小隊長さん、一気に殲滅。レーダーで確認して。撃ちたくないのに。そんなまだなのか。くらえか。時間は嫌なんだ。ちいた、試練だ。副団長さん、友人も下がって。ここでカッコつけねえでどうすんだ。徹底的にやってやる。トンネルの作業が終わってみんな移動を始めたって。そろそろ先導がクレシェに着きます。副団長も向かってください。おいおい、俺にも仕事させろって。そうじゃない、みんながクリュシェに着いたって終わりじゃない。仕事を果たせ副団長。俺の出番はここまでってことかよ。そういうこと。ここは俺たち2番隊が引き受ける。さあ、まだ仕事は終わりじゃねえぞ。行ってオルガの命令を果たせ。分かってる、俺は止まらねえぜ。オルガ任せたぞ。てめえら直撃させる。さあ、どうぞ。反応作業はこちらの上だ。で、副団長さんの指令、戦線を離脱。秋広も小隊長ももういいよ。ふざけるな、お前が残ってるのに俺が引けるか。小隊長だって私たちだってここまで来たら一蓮托生よ。じゃあ足引っ張んないでね。どこまで持たせられるか。我慢比べ。秋広アルトランド、ガンダムグッションリメイクフルシティ。三日月オーガス、ガンダムバルバトスルプスレクス。いいぞ。小隊長のほら、名前とモビルスーツを名乗りましょう。待ちたまえ。水を差して悪いが状況が変わった。鉄火団本部方面へ戻らねばならん。何かあったの。本部の近く、エリア中央に敵多数。マーカーを出したから向かって。体勢を回復する。これでしまいだ。グレイズ、次々と来るよ。トンネル組の移動は順調。ここが正念場だ。何がどうなろうとここは守る。それがオルガの命令だから。隊員みんなが言ってる団長の命令って。前にオルガが言ってた。たどり着いた場所でみんなでバカ笑いしたいって。オルガはもういなくなった。けど俺の中にオルガの言葉がまだ生きている。オルガの命令が生きてる。なら俺は全力でそれをやる。俺、さらに敵東へ。グレイズが来てるよ。アツヒロ、後ろは任せて。俺は前で敵を叩く。撃ち抜かれ。気を引き止まれ。もうこれ以上撃つんじゃない。挟まれてる敵はこっちに来い。なんだよ、こいつら化け物じゃねえか。相手もタジタジよ。一気に押し返していきましょう。なんか当たりが弱くなったな。残っている鉄火団の戦力は我々だけだ。無理もあるまい。勝ち戦で死ぬぜえ奴はいねえだろうよ。そういうもんか。でも生き残れば私たちが勝つでしょ。そう、家族が待ってるんだ。本部から連絡。
副団長さんも残ってた整備班全員を連れて無事にトンネルに入ったよ。つまり静止通りということだ。え？なんだ？どうなってやっ